力を持って力を制してはならぬぞ、ノリオ。さらなる苦しみを止めるためだ。それは新たな復讐を呼ぶだけではないか。酒井様、どうしたのだ。近くに猛虎が集まり、戦の支度を。兼太の木に逃げるべきです。逃げたとて猛虎に追われるだけだ。城に着くまでに一人残らず死ぬぞ。ですが殺傷はできません。村の者がそれに納得するか見物だな。ノリオ、どう思われるかよりも何が正しいかを重んじるのだ。かつては炎上の真似をし、今は酒井様か。己の頭を使え。己ごときが兄の名を出すな。やめよ。俺とノリオで戦えばよい。お主らは隠れている。お断りします。殺傷はしませんが、逃げもいたしません。俺は村を回り、急ごしらえだが策を講じておく。村の者を集め、隠れるように言え。屋根から見渡せそうだ。みんな、自分の家族を連れて、ひとところに集まれ。よく見渡せる。壁はない。どこからでも攻め込まれるな。家族も友も近所の者も連れてきてくれ。湿地へ逃げればはぐれる者が多く出るだろう。いい餌食だ。慌てずともよい。ここに集まってくれ。寺か、隠れ家にいいな。あれは香炉か。中の灰に火薬を混ぜ、濃い煙を起こせば姿を隠せる。村の者はノリオラに任せ、俺は猛虎と戦おう。おとりになれば時を稼げる。酒井様、集まりました。皆を連れて寺へ。私も戦います。もし寺が襲われたら誰が民を守る。承知しました。覚悟はしておけ。方針と互いに助け合うのだぞ。みんな、猛虎が着く前に寺まで行こう。敵はお侍様が倒してくださる。皆さんどうか、ノリオの申す通りに寺に身を隠すのです。急げ、足を止めるいとまはないぞ。村外れで待ち構えておくか。来たな。香炉に火をつけるとするか。
煙はお気に召すかな。これは何事だ。猛虎に襲われ後ろを取られた時に砲身が身を投げ出して矢を受けて。お主らは波の武士より勇ましい。叫び声を聞くまで砲身がいたことに気づかず、振り返った時にはすでに死んでた。己を責めるな。よいな。土牢の覆いが外されるたびに仲間が殺された。ある時酒の匂いをさせた兵が来て私の手を掴んで引っ張ったら、兄がそいつに飛びかかったんです。飢えていて怪我に苦しみながら私を守ろうと。ノリオ、もう良いぞ。いえ、お聞きください。私は残され、奴らは兄を引きずっていった。杉寺から南へ火星に行った僧は
死んだ。私を置いて、みんな立派なそうです。私が死ねばよかったんだ。同じことを考えてきた。何度もだ。なぜ俺たちなのかは分からん。だがな、島の民を救えるのは我らのみ。赤島の民を生かしたのはお主らだ。忘れるな。民は忘れん。岸寺で助けがいるとノリオが申しておったな。弓に勝る武具はございません。弓を強くいたしましょうか。こちらでいかがでしょう。天下無双の弓ですよ。また頼むぞ。
お侍様、化け物がいるんです。夕べ現れて見ましたか。落ち着け。お主の名は。シノでございます。シノして何を見た。川の子、カッパです。妖怪の、確かか。かつて父に聞かされた通りでした。川に住み、地面に爪痕を残し。殺されずに済んだのか。父が追い払い、私は隠れていたので。すると水が跳ねて叫び声が。父親を探してみよう。家におれ。水辺に寄るでないぞ。お気をつけください。カッパは空腹のはず。こぼれている。急いでおったようだ。食い散らかしてある。よほど腹が減っていたのか。このあと人か獣のものか。川に続いておる。跡が続いておる。シノの父親だな。切り口はむごいが鋭利だ。太刀で切られたか。犯人の足跡があるはず。見つけた。この方角か。この匂い、焼けた魚だ。カッパではない。犯人はただの賊であろうな。ある意味化け物か。やはりな。笛だ。シノの父親のものだろう。シノに渡さねば。
さんは手遅れであった。カッパの仕業です。カッパではない、族だ。いえ、こんなひどいこと人には。追い込まれれば化け物になるのが人というもの。行く当てはあるのか。赤島に叔母がおります。これは父親のものか。はい。どうもありがとうございます。さようなら。すぐに立ちます。さあ。
っ。